アスパラガス酸は分子式 C4H6O2S2 で表される有機、硫黄化合物で体系的には1、2ジチオラン4カルボン酸と命名されている。この分子はカルボン酸の即差に複素間のジスルフィド間納期が結合したものである。アスパラガスに含まれており、古くからアスパラガスを食べると尿に匂いがつくと言われている独特の匂いを持つ。 硫黄化合物の代謝線具体であると考えられている。生合成研究では、アスパラガス酸は、イソラク酸から誘導されることが判明している。春の名であるアスパラガスの水抽出物から管理された。この物質は、環状のジスルフィド有機化合物である1、2ジチオランに、カルボン酸間納期が結合した誘導体である。生合成研究により、アスパラガス酸は、 イソラク酸から発生することが明らかになっている。アスパラガス酸は無色の個体で有点は75.7摂氏76.5度あり対応するジチオールであるジヒドロアスパラガス酸の有点59.5摂氏60.5度よりも高い。ヤンセンの方法を改良し市販のマロン酸ジエチル誘導体を出発物質とするアスパラガス酸の簡便な合成法を開発した。 ビスマロン酸ジエチルを、ヨウ素酸で処理し、脱炭酸とエステル化水分解を経て、β、β ジオードイソラク酸が得られる。アスパラガス酸の還元型であるジヒドロアスパラガス酸は、トリチオ炭酸ナトリウムと硫酸との連続反応により生成され、続いて、高温のジメチルスルホキシドで酸化すると、アスパラガス酸が得られる。 アスパラガスを食べると尿の匂いが変化するという観察結果は古くから記録されている。1702年、ルイス・レムリは尿に強烈で不快な匂いがすると指摘し、ジョン・アーバスノットはアスパラガスは尿に悪臭を与えると述べている。ベンジャミン・フランクリンはこの匂いを不愉快と表現し、マルセル・プルースとはアスパラガスが私の部屋のポットを香水のフラスコに変えると主張した。 1891年には、マーセリ年期がこの匂いをメタンチオールによるものとしている。この匂いは、アスパラガス酸の溶を含む代謝物の混合物によるものとされている。アスパラガスの尿臭の起源は、この野菜に特有の物質であるアスパラガス酸である。アスパラガス尿の匂いの原因となる化合物に関する研究の多くは、蒸気の化合物の出現とアスパラガスの摂取との 間に相関関係があり、摂取後15分程度で出現するとされている。しかし、これでは、その生成に至る、生化学的プロセスについての情報は得られない。アスパラガス酸と、アルファーリッポー酸は、カルボン酸が結合した位置、二次一オランカンを持つ点で類似しており、クエン酸回路などのアルファーケト酸,酸酸化系において、アスパラガス酸が、リッポ酸の代替となることが報告されている。 アルファーリポ酸のエナンチオマーは、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の補酵素であり、後期的代謝に必須である。アルファーリポ酸の分解経路はよく研究されており、ジスルフィド結合の還元、エスメチル化、スルホキシドを生成するための酸化などの証拠が得られている。アスパラガス酸も同様の変化を経て、アスパラガスの尿から検出されたような代謝物になると考えられる。 合成研究では、地上卵管の S オキシドを生成するためのアスパラガス酸の酸化が比較的容易であることが確認されている。人での実験の結果、分解の速度は被験者によって大きく異なった。匂いが消えるまでの典型的な半減期は約4時間で、被験者間のばらつきは43.4%である。 少数の人ではアスパラガスを摂取してもこれらの代謝物が生成されないが、アスパラガス酸が消化管から体内に取り込まれないか、あるいは揮発性の溶岩有物の放出を最小限に抑えるような方法で、アスパラガス酸を代謝しているという単純な理由であると考えられる。ありがとうございます。